窓より届く子らの笑い、物売りの声、牛車の音、なんと穏やかなことか。あまたの犠牲を払った、あまたの命を奪った、その果てに手に入れたのがこれであれば悔いはない。しかし分かっておると、もこれは夢じゃ。なぜならわしはこれを手に入れてはおらん。なればこそこれからも続けねばな。どのような犠牲を払おうとも、どのような手を使おうとも、すべては天下の太平のために。